こんにちは、金沢の宿花あかりです。今回の動画ではお花見をしながら金沢城公園を散策する様子をご紹介します。金沢城公園やその周辺は金沢でも有名な桜の名所で、毎年観光客や地元の方が大勢訪れます。金沢城周辺の桜の見どころの一つは、今私がいる兼六園と金沢城公園の間にある石川橋と呼ばれる橋の周辺です。桜のシーズンには金沢で一番おすすめしたいお花見スポットで、金沢で最も花見客が多い場所といえます。金沢城公園内の桜の見どころはこちらです。お堀沿いに桜の木が並んでいて、お堀沿いの通路が桜のトンネルのようになってとても綺麗なんですよね。ちなみにさっきいた場所がこちらです。では行ってみましょう。ちなみにこのチャンネルでは金沢観光に関する情報や金沢の宿花あかりの動画を配信していますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をして次の動画配信をお待ちください。